森保監督が就任して、はい、最初の時ってすごくなんか個々の特徴がすげえ出てたなと思うんですよ。そうですね、確かに。なんかやっぱりこれからの日本サッカーっていうか世界戦うためにはこういうサッカーしていかないといけないんだっていう、うん、なんかそのメッセージとかなんかあったような気がするよね、うん、縦に速いし、うん、なんかテンポ速いから、うん、ほんで強度も高い、うん、その1対1の局面でもあっても、うん、でもなんか最近はなんかちょっと疲れなのか何かこう前線でもこう行ききれない走りきれないもどかしさはすごくなんか感じるね、うん、なんかよく J リーグとか日本代表とかでもそうですけどなんか相手が弱くなるとどうしてもテンポ遅くなるんですよ、うん、